ジムとザクにとんでもない設定を追加して炎上してしまうに対するネットの反応を紹介します。近代化改修でジムがジェガンレベルになったんだが、強くなるにしてもやりすぎじゃない？可能性としてはモノコック構造の機体を無理やり近代化改修したから、性能こそジェガンと同クラスだが共有できるパーツがなくて整備効率が激悪、パーツ保守業務が大変、とかかね。おとなしく他の型落ち機体でよくねえかな。この頃普通にジムに運用されてるし。まあ、スジムを回収繰り返してくとジム3を経て最終的にエウリアレになるし、多少はね。かかる金や資材？知らん、それは管轄外だ。ジムの皮かぶったジェガンやんこれ。それができるならジムさんもハイザックもいらねえわな。多分近代化改修が何なのかよく知らない人が設定作ったんじゃない？よっぽどジムの見た目であることにこだわってないと意味を感じない近代化改修。つまりこういうパイロットか。ジムとジムさんを区別せずに呼んでる感じがある。ジムさんならまあまだ改修すればありえないラインではないだろうし。ジムならワンチャンありえるけど、ギラ動画並みの6ザクはさすがに無理。F2 戦闘機並みのゼロ戦みたいなものよ。これ見た目ジムなだけの中身ジェガンなんじゃね？それを肯定すると、じゃあなんで新型機はいちいちデザイン変えてんだよ？無駄手間じゃね？整備効率落ちるんじゃね？って話になる。ジムの方はジムさんならわかる、ザクにはさすがにいくらなんでも無理があるだろ。正規軍じゃないから旧式使うこと自体はおかしくない。問題なのはリアリティなくなるレベルのカスタマイズの方。旧型機使うなら戦略や追加装備なんかで新型をなんとか倒すのが良いのにロマンも減ったくれもない。未来の話とはいえ前期 RF シリーズっていう前例があるので、それがわそっくりなだけの新造機やし、年代的にユニコーンなんだからジム2でよかったくね感がある。それで性能アップでジム3ぐらいはあります。ならまだ納得できる。もう外装も中身も無駄にコストかけてジムっぽくしてあるジェガンだろ。ジム要素どこ？普通にジェガン調達するよりコストかかりそう。カブトムシの他骨格にアゲハチョウの内臓詰め込むようなものよね。いやまあジムならまだわかる。ザクニの方は駆動系も優待ないパルスシステムだったりするけど、そんな安易に更新とか機体性能向上とかできんのか。無理だったのでゲルググが次期主力なわけで。ジオン系は無理。用途に合わせて MS 作ってるから冗長性や発展性が足らない。連邦系はできるけどやる意味がない。コストがかかるけど文字通り刷新で一斉に入れ替えスタートさせる方が安くつく。というかジェガン並みの性能ってのがもう何を目指してるのかがわからない。短期性能じゃゼータやダブルゼータ以上のが出てくるぞ。最低でもジェネレーターとセンサーと装甲は完走したとして、ムーバブルフレームはないからカタログ上は同じ装甲でも間違いなく脆い。推進剤もスラスター配置は一年戦争のもので効率最悪なので、あくまでカタログ上は同じだけ。というかそのせいで運動性も悪いよな。ジムをジェガンにする手間とコストでもっと良い MS 手に入るぞ。所属 MS にサイコミャ系統全抜き役と動画、MS 形態全部リリ、ガジとかいう頭の悪い機体がいるからな、何がしたいんだこいつら。ジェガン並みのジムとかゴミじゃん。数が揃わなかったんでしょ、震え声。金と技術と手間の無駄遣いすぎる。これもう一年戦争の再現したい闇の組織だろ。アナハイムによる技術試験部隊とかのがまだわかる。それならまだクッソニッチだけど一応やってみるかぐらいの温度感でやりそう。お金ないアピールしてるのに逆に高級クラシックカーみたいになってるじゃん。高級会社に乗ってる生活保護者。もう全身特注品だろこれ。よく見たら型式番号も違うのか。MS6 矢印 ZK5、RGM79 矢印 GM5。近代化改修してますがあくまでも旧式機です。ただし元々の部品は機体内の手すりと名板だけ、と言い張るためにわざわざ側だけザクとジムにしてるとか？じゃあ機体は旧式だけどパーツだけ更新しましたという説明文はいらんのよね。ボルジャーノンみたく外観だけ真似た別物ならまだ理解できるんだけど。これ使うくらいなら民間に流されたホビーハイザックとかを改造した方が安くて強くない？そっちのがずっと安いし強いだろうな。廃棄されるはずだったチターンズ系のモビルスーツがたくさん余ってたろうからそれ流用じゃダメだったんですか？デルタプラスやヤクト、動画使うなら1年戦争機体縛りしてるわけでもある前に。ちょっと回収したバーザムとかでよかったんじゃね？とは思う。昔は逆シャーから F91 までずっとジェガン通ってなってたけど、今はユニコーンやセンハサ入ってきたから言うほどずっとジェガンでもないんだよな。細々と次期主力が作られてはジェガンがバージョンアップして歴史の闇に消えていったよ。なんか普通に高コストなガンダムタイプとか配備できてる方が説得力あるの、草生えるアナハイムのせいだが。ガンダムなら実証試験でコスパ考えなくてよいからな。今さらジム持ち出す方が不自然。というかモデル有用の関係なのかオリジンジムだなこれ。
地球に残ってる残党ですらマラサイとか乗れてる時代にこれは何かわざわざ使う理由がないと無理あるだろ。運用してるのは傭兵集団だから、デルタプラス、ヤクト、リガジなんかはたまたま手に入ったもので、ザクヤジムは昔からのものを騙し騙し使ってるって感じのはずなんだけど、たまたま手に入った最新兵器より手間がかかってる。ジェネレーターはまだいいとして、多分ムーバブルフレームとかのフレーム問題がね。ムーバブルフレームあったから発展した MS たちがちょっといじっただけでジムやザクに追いつかれると思うとじゃあなんで最初っからやらなかったってなるやつ。ジェネレーターにしても18メートルじゃ高出力ジェネレーターが収まりきらないから大型化したんじゃない？この時代に民間企業がそれできるならサナリーもフォーミュラー計画もいらないじゃん。こんなバカみたいな設定が成り立つと必然的に他の設定が意味なかった、必要なかったことになって足蹴にされるんだよな。めちゃくちゃな設定作ると同じ世界観全てに悪影響を与えることになる。エンディングまで見た俺が来たよ。組織が非正規中の非正規で真っ当な調達ができない。ジェガンもギラ動画も敵に回るから区別のため過去回想でも出番があるので最新機が使えない。発売前インタビュー曰く新規受けも考えてるそうなので認知度の高い MS を使いたかった。当たりが理由でこんな設定になってる感じかな。予想通り認知度の高い MS を使いたかったっていう制作側の都合で世界観ないがしろにした無理ある設定通しちゃったってバカな話なんだよな。最低限は筋を通る理由考えてくれないと無茶苦茶は無茶苦茶のままなんだよな。最後のは完全に俺個人の推測なのであんまり根拠にして嘲笑するようなのはやめてね。ジムがアップデートされてジムさんまで行くからある程度強いなら問題ないんだよな。ジェガンと同性能？作中では前者なのでマジで解説文だけが浮いてる。作中ではカタログスペックでは全然及んでないけど、まあ戦えるから匹敵でいいよなって感じ。作中ではそこまでの性能ではないのでさらに疑問が広がる解説文なんだ。コンテンツの作り方的には省エネとか予算節約作中の設定的にはおそらくかなりの金を注ぎ込んでる、という対比で変な笑顔になりますね。この書き方からするとジェガンもギラ、動画も、96時点じゃ現行機種ではあるけど型落ちって想定で設定してると思うんだよね。だから近代化回収したジムやザクがジェガンやギラ、動画クラスなのは、頑張って最新機種に劣るくらいにはできてるってつもりの設定だと思う。だもんでこの場合必要なのは最新型の量産機だったんじゃないかな。クソみたいな後付け設定と思うけどそれでは生産性がないからあえて筋が通るよう考えるとするなら第2期 MS の準備段階でとりあえずジェガンを 18M サイズまでダウンサイジングしたフレームやパーツを用意。F97 の実戦データ収集みたいに傭兵団に流してその偽装がザクヤジムだった。このテスト結果が不評で AE は MS の小型化に消極的だったとかなら筋が通る。といいな。別にジムやザクであることに文句があるわけじゃなく、設定が雑だからみんな反応してる感じ。雑っつうけど歴史の闇から謎の MS が生えてくるより、時代設定よりちょっと前ぐらいの MS と中身が同等の側だけ旧式機とかの方が、他の設定に何にも干渉しないから安泰も安泰だよな。これがジム4とかだったらいやちょっと待てよってなるけど。これの側が GM3 ならまあ納得できなくもないかな。てライン。今回の動画、いかがでしたでしょうか？動画が良かったら、高評価。チャンネル登録よろしくお願いします。